皆さんご挨拶バキシですということで今回は、清水エスパルスが韓国人フォワード王政府の選手を獲得かという情報が出てきました。まあまだ獲得が決定したっていうことではないのでまあ確定ではないんですが一応王政府選手について軽く紹介していこうかなと思います。まあまず王政府選手なんですが現在23歳だっけ24だっけどっちかわかんない忘れました。すいません。まあ23か24なんですけどまあフォワードの選手でまあ193センチともう本当に長身の選手でまあポストプレイがもう韓国リーグではもう世界基準と言われてるほどほんとポストプレイが上手い選手でしてまあゴールも決めており、まあ19試合で7ゴール1アシストとまあ素晴らしい結果も収めてまして一応アンダー23韓国代表にも選ばれてるんでまあちょっと今はわかんないんですけどすごいいい選手っていうのはまあわかるんで、まあ記事によりますとエスパルスが1億4000万約ぐらいのオファーを出してるという感じなんですがまあ来る可能性としてはまあ 50% ぐらいじゃないかなと思います。個人的にはまあ来たら本当にいい選手ですし、まあまだ若いんで将来本当に有望な選手なので、本当来てくれたら本当嬉しいって感じです。まあ本当に韓国リーグの中でも結構注目されてる選手なので、これが日本に来たらどれぐらい活躍するかっていうのも楽しみですし、まあまたエスパルスに起爆剤と本当にサンタナ選手もいる中で、長身フォワード193センチのオーセフン選手が来てくれたらさらに本当攻撃力が増すと思うんで、本当に楽しみです。まあまた情報が出次第動画にしたいと思うのでよろしくお願いします。ということで今回はオーセフン選手について軽く紹介しました。まあ開幕戦がもうすぐっちゃもうすぐなのでね、本当に楽しみにしときましょう。ということで今回これで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。ということで終わります。さよなら。バイバイ。